はい、こんにちは、浅井です。今回は視聴者の方からパズル&ドラゴンズ共通テスト2021というものが送られてきたんで、これにちょっとね、挑戦してみようと思います。共通テストっていうのは、大学入試で行われた、今までセンター試験と呼ばれていたものですね。それのパズドラバージョンを作ってみたんで、よかったら、ね、やってみてくださいっていうことでいただいたんですけれども、なんかね、パッと見ね、すごい本格的な感じがするんで、ちょっと面白そうだから、今回ね、チャレンジしてみようかなっていうふうに思います。ちなみに今回画面がね、左の方に2つあると思うんですけど、これちょっと回答用紙が多分5、6枚あるんで、ちょっと見やすいようにね、2分割してます。で、こっち動かして、で、こっちへ、もしね、分割で見る必要があったら動かすっていう感じでいきます。で、右側は、回答ですね。はい、問題は第1問から第5問まで全部で6ページありますと、回答番号は1から35までありますということで、回答用紙の代わりにこのメモ帳をね、用意してます。記述で回答してもらう問題は記述して書いてありますので注意してください。制限時間は30分の100点満点です。禁止事項、ウェブサイト、YouTube でのカンニング。制限時間過ぎたにも変わらず回答をやめないこと。以上を行った方はパズドラーの風上にも置けません。絶対にやめましょう。ということみたいですね。はい。じゃあやっていきますか。30分は一応測るか。多分30分かかんないと思うけども、今撮影時点で18時12分なんで、18時42分まで行きたいと思います。じゃあ行きましょう。用意スタート。はい、ということで、なんかほんとそれっぽいよね第1問、モンスターに関すると1から4に答えなさいと、以下のモンスターのイラストで当てはまる進化形態として正しいものを1から4から選びなさい。これは覚醒でしょ。覚醒ロキだから、これは転生だな。転生グレモリーで、でこれがこれも転生かな。転生シバドラ、転生シバドラ2番で、4番これは極性だから極性ルーツ4番ですね。はい、ここはまあ問題ないでしょう。はい、スキルボイスに関して正しいものを2つ選びなさい。復刻時の情報修正、スキルボイスを持ったモンスターがいる。情報修正でボイスを持ったモンスターいますね。竜冠士、竜啓士、そういうキャラいましたよね。ハイレンとか星力フェス源の竜冠士、竜啓士は必ず所持している。いや、これは、ネイとかコットンもあいつら、竜冠士、竜啓士だ、確か。これは違うかな？多分違うと思う。ちょっと自信ないけど。所持しているモンスター全パラが 5% アップする。これは絶対違う。10% ですね。コラボガチャにおいて、金卵のキャラは1体持ってない。これも違う。ヒーガチャキャラクターも所持している。これは、リクとかが持ってたはずなんで、これは正しいですね。1と5かな。2はね、でも必ずって書いてあったら大体違うんだよ、こういうテストって。だからまあ1と5かな。1と5にしましょう。1と5。はい。ん？待てよ。5、6だから1と、待てよ。1と5、こうだな。はい。この回答用紙のね、ズレとかもね、本番は結構あったりするんでね。モンスターズ館ナンバー5000のキャラクター名を答えなさい。無理だよ、そんなのは。そんなのは無理だよ。5000か。なお正式名称でなくてもよい。いやー、わかんねえけど、これはでもそんなに昔じゃないな。2年くらい前かな、5000つったら。で、正式名称でなくてもいいって書いてるってことは、それなりに注目度の高いキャラだと思うんだよね。で、かつ、これがね、例えば、なんか、進化素材とか、あとその、なんか、チケットとかメダル系だったらね、多分、俺もう無理だわ。だからそこは、その可能性は捨てよう。で、5000でしょ。今って何番まであるんだ ?7000 弱ぐらいまであるのか7000で、今年で9周年だから、1年間で、後半に行くほど多分キャラの追加頻度って増えてると思うから、1年で1000増えるとして、多分2年前ぐらいだと思うんだよな。2年前の最近ぐらいの時期に実装されてたモンスター。コラボだったら、ちょっと待ってよ。2年前だから俺が YouTube 始めたぐらいだな。あの時は、ストリートファイターコラボがあったけども、それよりもちょっと前ぐらいかな。その前ってなんだろう。フェイトコラボとかかな。フェイトコラボ。で、その前に多分ね、なんか石6個のね、コラボが続いたんだよ。あの辺確か。石6とか7のなんかコラボが続いた時期で。で、うわぁ、これちょっと当てて、頑張って。当てずっぽうでもなんか、それっぽいところ書きてぇな。多分コラボだと、
妖怪ウォッチとか、仮面ライダーもあった気がする。で、フェイト。フェイトが怪しいな。フェイトらへんだろうな、多分。で、そのあたりってね、多分その季節限定のクリスマス系とか、あの、正月系とかも入ってる可能性あるから、その辺から注目度の高そうなキャラ。で、あとその、この問題自体が結構最近作られたっていう可能性も高いと思うから、最近で割と注目度高いキャラになってるんじゃないかな。いやー、考えすぎか？コラボ、俺フェイトコラボめっちゃ怪しいと思うんだよな。じゃあやっぱ、そう、フェイトコラボが俺一番今んとこ確率として高そうだなって思ってるから、セイバーにしてみようか。じゃあセイバーでか。これさすがにこれ当てれないと思うか。知ってないと当てれないからさ。ちょっとこれでいくわ。あの、セイバーね。いや、どうだろうな。なんかこれか、全然見当違いな。推測だったら恥ずかしいんだけど。まあいや、これも多分当てれないわ、さすがに。モンスターズがナンバー1。これはさすがにティラ。これはわかる。これティラです。ティーラ。はい、OK。よし、じゃあ次行きましょう。第2問、設問変わったか、ちょっと1位開けるか。はい。問1から5に答えなさい。現時点で実装されている A から D のダンジョン、フロア数から多い順から少ない順に並び替えたもの。はぁ、ちょっと待って。裏魔門双極に、裏劣化い、裏三神。ね、裏三神は俺めっちゃ長いと思うわ。25ぐらいあったと思う。で、双極の女神も結構長かったと思うんで、やっぱその段階踏んでるダンジョン系って階層が結構追加されてるから、最初20とかでちょっとずつ増えていって25とかまで上がってんだよ。だから D と B はね、結構多いと思う。で、この2択だったら俺は D の方が多いと思うから、まず D、B だね。 D、B の回答は7、8、この2択か。で、 C と A、裏魔門と裏劣化い、これどっちかな。裏魔門、裏劣化い、いや、これわかんねえな。割とどっちも結構やるダンジョンのはずなんだけどな。魔門かな。まあ、でも魔門ってね、表魔門とそんなに変わってない。1階層しか追加されてないんだよな。多分元の階層が多かったのは、劣化かな。いや、わからん。劣化だとしたら D、B、C、A だから8番なんだけど、裏はもう、いやー、わかんねえ。これちょっとわかんねえ。でも多分7か8のどっちかだと思うんだ。8にしとくわ。7、8以外だったらもう見当違いだね。いや、これ怖えな。めっちゃにわかとか思われてんだろうな、俺。怖っ。ヒヤヒヤする。次、1から5の中で最も HP の高い敵モンスターを一つ選びなさい。ただし、複数のダンジョンに出現する場合は、その中で最も高い位置を考えること。青の柱、ウラシェリアスルーツ、オークニ、ヤミカーリー、デスファリオン。ヤミカーリーは絶対違う。これ確かね、2億ぐらいしかなかったと思う。これは絶対違う。で、大国は、これどの大国だろう？どの大国だ？これ。あの、裏魔王に出てくる大国だったら結構高いと思うけど、でもそんなに硬くないから、多分違うかな。デスファリオンもね、まあ、結構高いとは思うんだけど、さすがに最近のキャラじゃないから違うと思うんだよね。1、2、3のどれか。1はね、まあ、そもそもこいつ倒すことがほぼほぼ不可能だから、俺ちゃんと調べてないんだよね。もう倒せないキャラってことで結構割り切ってるから。1はわからん。2と3だったらさすがに2の方が高いと思うから、1と2の2択かな。まあ、読めねえな、これ。でも倒せなさを考えたら1がね、ちょっとそこ知れないからね、ちょっと怪しいな。1にしとくわ、俺これ。違うかもしんないけど。いや、なんか難易度がちょうどいい。1にします。柱で。A から D のうち敵として出現したことがないモンスター。出現したことがないモンスター。天聖孫権、ハヌマー、新構え、天聖アルテミス、天聖イズイズ。で、しかもこれ1択か2択があるんだね。
孫権はマーローで出るでしょ。で、イズイズは、レンマで出るんだ。で、ハヌマーン進化前、俺どっかで見た記憶ある、こいつ。どこだっけなぁ、なんかチャレダンかなんかで見た記憶あんだよなぁ。天聖アルテミスは、天聖アルテミス、覚醒無効してくるのは覚醒アルテミスだよね。C じゃね、これ。いや、B がちょっと自信ねえけど、B と C ってある？あるわ。くっそ。どっちだろう。いや、俺なんか、記憶ある、かすかに記憶あるんだよな。C でいくわ。C だから3のみだから3だね。OK。3と。はい。次、モンスターが敵として出現したことのある男女1から4から1つ選びなさい。天聖日の家具土。天聖日の家具土は、異形は絶対違う。で、裏双極も違う。これ、覚醒の方だ。壊滅極限コロシアムで出た記憶あるかな。いや、開口で出るのも覚醒じゃなかったかな。出るとしたらね、チャレダンじゃね。ただ、チャレダンでさ、もう今まで色々実装されすぎてさ、闇鍋状態だから、割とこれ1あると思うんだよな。いや、罠かな、それ。ありそうだよねって思わせる選択肢の気がするけど、いや、なかなかいい問題作るね。おもろいわ。これちょっと乗ってみるか。チャレダン1でいくわ。じゃ1だ、チャレダン10だから1でいくわ。いや、1か2のどっちかだと思うんだよ。次。すべてのノマダンで最もランク経験値が高いダンジョンの経験値として、最も近い値を1から6から1つ選びなさい。なお、獲得経験値の幅がある場合、最大値を考えること。ランク経験値が一番高いノバダンはさすがに極連だと思うから、60万ぐらいだった記憶があるわ。これ3番かな？多分3番だと思う。いや、待てよ、でも。あ、でもそうか、さすがに経験値、その8倍とかかかってるイベントの時はもっと高いと思うから、まあそんなもんだな。多分3番だと思う。このね、大体こういうなんか選択肢系って、その1とか6ってその両極端の数字ってあんまりね、正解になることが少ないんだよ。だから真ん中の方だと思うんだよね。ちょっとメタ入ってるけど。いや、これ3番でいくわ。よし、次行こう。お、なんだこれ。裏列界の化身の攻略について、よいしょ。A さんと B さんが話し合っています。会話文を読んで、以下の問い1から9に答えなさい。すげえ、文章問題まである。1でスキルを貯めたいけど、いい方法はあるかな。A のがいいと思うよ。A に入る人、あ、これちょっとあれしよう。こっちで文章を表示しよう。見やすいようにね。はい。A に入る文章として適切なものをすべてやりなさい。次の階層なら簡単にスキルダメできるからすぐに飛ばす。これは違う。次の階層はもう時間制限決まってるから無理。状態上無効がないから遅延スキル使う。これは合ってる。ダメージ軽減スキルを使ってできるだけ貯める。これもまあ、できなくはない。ダメージはそこまで高くないから攻撃を何回かけて突破する。いや、これはね、まあ今だったらいけなくはないのか。まあ、ただでも、ウンディーネめちゃくちゃ火力高かったと思うから、これはちょっと現実性がないかな。HP が高いから普通に攻撃する。いや、これはダメだね。HP めちゃくちゃ低いです。ってことで、2と3。で、すべて選びなさいだから、2と3でいいんじゃない ?14 で、2と3。はい。問い2。B、ちょっと待ってよ、読んでいこう。4階に出てくる B なんだけど、防御が高いからリーダーの固定ダメージやサブのガードブレイクがあるといいね。これは4階は、あいつだ、アテンだ。アテンだから、こいつについて正しいことをすべて選びなさい。闇属性じゃない、ベースを除く進化形態4つである。いや、ちょ、待てよ。ベースを除くだから、進化後、究極1、究極2の分岐。いや、違う、あれは転生になったのか。究極、転生、で、極性、ドット、5種類だ。だから違う。10項目強化処理する形態がある。これは正解。防御は10億じゃない。20億だ。これ違う。最新の進化形態は神悪魔タイプである。いや、これ覚えてね。覚えてね。最新の進化形態って、神悪魔。神悪魔。バランスタイプがね、確かドット外れた記憶があるんだよな。違ったかな。何でも触れるキャラじゃなくなってたってことで、なんかちょっと評価を下げてた記憶があるんだけど、違うキャラかな、それ。いや、自信ねえな、これ。
正しいことをすべて選べたから3番は正しいじゃん。5番は正しいかどうか、いやー、わかんねえ。でもすべてって書いてるから多分複数あると思うんだよ。俺3と5で行くわ。いや、怖っこれどうだろうな。はい、次。それと10階に出てくるモンスターを考えて C。C に入る文章として適切なものを1から4から選びなさい。木のパーティーで行くのやめた方がいい。これは別にそんなことはない。防御ゼロスキル。てか、そもそも10階に出てくるモンスターは、あいつでしょ？脳姫でしょ？だから、あれじゃない？ 7-6 で行くなってことじゃない？雲耐性はいらない。6-5 のリーダーでいた方がいい。これだね、4番。16は4と。はい。問4、D に入る文章、ちょっと待ってよ。読んでいこう。これ大丈夫みたいで、まあ注意すべきところがたくさんあるよ。君のパーティーを見せて、うん、カッコパーティーを確認中。なるほど、このリーダー組み合わせだと、2ターン以上続くダメージ軽減スキルがあった方がいいかも。なんで、D。D に入る文章として適切なのは、14と15の組み合わせによっては確実に負けることがある。これ、あれでしょ、マイネクローネでしょ。多分な、マイネクローネだと思うんだ。14でリラチンを受ける耐久力が減るから。いや、それは分からんな。パーティーによるな。15回の敵は2ターン高度で攻撃力が高めだから。ああ、まあ、そうか。あんまピンとこねえ。リーダーチェーンの状態で14回に入ると先制で40万を受けるから。これは確かそうなんだけど、ただこれは別に2ターン以上続く軽減スキルである必要はないから、これ違うな。1じゃね？さすがに。1だと思うわ。マイネクロネの話でしょ、これさすがに。次、E に当てはまるんですか、数。このリーダーの組み合わせならさっき言った注意ポイント B と C は問題ないから、さらに軽減スキルを持ったモンスターを入れよう。ダメージ吸収無効は、属性吸収無効は必要ないの。先制ダメージ級、属性吸収してくるモンスター全部で E 対 E。うわ、わかんね、ちょっと待って。先制で吸収してくるやつは、誰だ？ペルセポネでしょ？ 6、7、なんかあの虎みたいなやつでしょ？で、イザナギでしょ？あとなんだろう？イザナギ、まあ、読みドラ、4体か？他にいるか？先制で吸収打ってくるキャラ、他にいるかな？ 4 体、その4体ぐらいしかこれピンときてねえな。もっといるのかな？いや、いそうだけどな。まあ、自分を信じて4にするか。18番4。いや、もっといそうだけどな。なんか探せば、俺が忘れてそう、なんか。河川部について、進化前の猪之助のスキルについて正しいものを選びなさい。河川部。吸収無効が必要だね。吸収無効は何体かいるけど、このパーティーなら、リーチェやミリオなんかいいんじゃないかな。この2体はリーダーフレンドの相性も悪くないし、ふんふん。進化前の猪之助じゃダメなの。これは、だから、2ターン以上の吸収無効が必要だから、読みドラがいるからね。読みドラがいるから、ダメってことだね。この河川部について、猪之助のスキルについて正しいものを1から4から1つ選びなさい。14ターンスキルじゃない。確か13だったと思う。木で最初の属性吸収無効スキル。そうなの？これ、そんなことないよね。そんなことないわ。うん、絶対いる。うん、ちょっと名前が出てこないけど、ウラノスかなんか、ちょっと名前忘れるけど、あいつらが確かそうだったはず。指を1秒延長する。覚醒無効全開する。これも違うから、これ3じゃね？ 3 でしょ。19番は3と。で、20番が F に入る文章として適切なものを一つ選びなさい。F が、猪之助のダメな理由だね。で、これ、月読みドラゴンがいるから、これ2だね。ネプドラ、月読みドラゴン、イザナギ、織田信長。まあ2でしょう。ただ、その、吸収無効が2ターンでないといけない理由は月読みドラゴンがいるから。これは大丈夫。2。はい。んで、G に入る言葉を答えなさい。あと言い忘れたけど、ノエルドラゴンやモンポリオのために G のスキル。これエンハンスだな。エンハンススキル。エンハンスと。はい。
上の階から A さんが使っているパーティーとして推測できるものはどれか。ああ、なるほどね。こういうところで全部回収していくんだ。いいね。つくのるは絶対に違う。てか、多色だよね。ミーってなんだ。リーチェとミルの話してるから多色であること間違いないんだ。で、アルジェ、メノアはあり得る。ミキフレアルジェもあり得る。リータダイヤはこれ紙縛りだから違う。ユークスユークスは絶対違うから、2か3なんだけど、これどっちだ？あ、でも全て選びなさいだからどっちも当てはまんのか。あー、まあ、今ってアルジェのメノアって一応木の縛りがあるんだけど、別に必須ではないからな。使えなくはないよね。で、ミキフレアルジェもまあ使えるから、2と3だろうな。なんかこれ見逃してるとこあるか。多分この2択を絞れる要素ってないと思うから、2と3じゃね？ 2 と3でいくわ。よし。これ20、終わりかな。おし、じゃあ1行開けて。いや、なんかいいね。すごい本格的だね。はい、問4。以下の計算問題について問1から問5に答えなさい。種属性闇の最大倍率18倍のモンスター A をリーダーフレンドに組み合わせた、うん、最大倍率が発動し闇3攻撃し1コンボ含めて9コンボした時の A にかかるリーダースキルと倍率のコンボ倍率を積を求めなさい。やめろそういうのは。ちょっと待って、これメモ帳と紙を、あのペンを用意しないといけないのかこれ。いや待てよ、でも考えろ。種属性闇18でしょ、リーダーフレで、324倍出て、で9コンボってことは、1コンボ増えるごとに 25% 上がるんだよ。ってことは、2,3,4,5,6,7,8,9 で、かける8の、3倍になってるから、324の3倍、972? かな？ちょっと暗算だけど、970、多分考え方は合ってると思うんだ。324の3倍、324924849、うん、多分972だと思う。OK。次。コンボ強化2個持ちの A と超コンボ強化1個持ちの B を同じパーティーのサブに入れた。はい。A と B は同じ属性であり、B の攻撃は3000。超コンボ持ってる方が3000。どちらも他の攻撃用の覚醒は所持せず、リーダースキルの恩恵を最大限受けるものとする。ダンジョン内で10コンボしたとき、A と B の攻撃表示が同じ値となった A の攻撃力を求めなさい。3000。コンボ強化2個持ちってことは2の2で4だから4倍。で、超コンボは5倍。4倍で5倍。で、5倍の方が3000になってるってことは、A の方は倍率が低いから、3000よりも高い。で、これなんかその、ごちゃごちゃ書いてるけど、多分これ、普通に割合の話だと思うから、5倍で3000でしょ？ん？違う。5倍で、要はだ、これ、あれでしょ？比較の話でしょ？ 5 対4になればいいんでしょ？だから、3000を4で割ればいい。3、5、15、1000、1万5000として、1万5000を4で割るのか。1万5000を4で割ったらなんぼ ?3500、3250、3750。3750だったら、5対4になるから、これ3750じゃね ?3750、いやー、自信ないな。でも多分考え方は合ってると思うんだよな。3750でいきます。はい。次、HP10 億、防御4億の非属性モンスターに対し、非属性が全て非属性であるパーティーのメンバー6体の全員が攻撃表示で10億を出した。あ、これ単体10億ってなったことかな？多分そういうことだよね。全員が攻撃表示で10億を出した。はいはいはい。攻撃表示って言われたら、遊戯王をちょっと想像するんだけど。火の HP も、火属性モンスターの HP はどのくらい残るかは最も近い位置を1から8から1つ選びなさい。ただし、副属性とキラーは考慮しないものとする。はいはいはい。HP10 億で防御4億を火に対して、火の攻撃を当てたときに、1体あたり6億、ん？ちょっと待てよ。ああ、だからこれ順番の話か。
10億の弱点属性、不利属性を当てたときに、10億からその防御4億が引かれて6億になって、そっから3億になるっていうことか。逆かな。10億、防御4億の敵に10億が当てたら、その時点で6億が通る。で、そっから属性の判定が入るんじゃないの？違うのかな？いや、違うな。逆だな。先に、だから、先に半分なのか。先に半分になって、5億だ、だから通るのが5億でしょ？だからそっから4億引かれて1億通るんだ。だから1億かける6だから6億。6番じゃね？多分6億じゃない？いやー、わかんねえ。3億だったら、かける6で18だから倒すんだよ。それだと、問題になんない気がする。これもメタ入ってるけど、多分問題としてちょっと微妙だから、これだから6億だと思うんだよね。これもだからね、その極端な両端の数字っていうのは大体正解じゃないっていう、その最初に言った理論で、俺6番にするわ。超メタだけど。6番で言います。次。マルチで、自分がカラットのスキルを使用した、以下の条件でエンハンス倍率は何倍になるか、1から6から1つ選びなさい。3人ワイワイで、エンハンス倍率は、自分が使った時のそのパーティーを適用するから、自分のパーティーが超学生スキルブースト3つ込みで11個。なんか、そうだね。合計11個あるってことだね。11個ある。他のパーティー1は10個。超学生スキル4つ込み13個。これ別に関係ないよな。自分だけ適用すればいいよな。で、カラットのスキルは1個 30% だから、1.3 から 0.3 刻みでしょ？で、11個だから、3.3 上がって 4.3、3番じゃね？これ3番でしょ？だと思う。さすがに。はい、次、問い5。超覚醒を列強化にし、そこに治安装備を継承した治安、2021年1月16日時点の艦隊パーティー。はいはいはい、を編成した。はいはいはい。闇の列を2個組んだ時の列強化倍率を求めた以下の空欄に当てはまる数を答えなさい。中安1体につき超覚醒アシストを含め何個の覚醒を持っている。本体が、列が1個減って、スキルプラスが追加されたんだよね。だから、7個ある。で、超覚醒込みで8。で、武器が4つだから12。1体あたり12個ある。27番は12。所持している。よって、列強化1つにつき攻撃力が、ちょっと待って。これ、何これ ?1 体あたりか？あ、違う違う。列強化1つにつき攻撃力が 20%。これは、普通に覚醒の説明の話だね。20% アップするので、闇の列を、2個組んだ時の列強化倍率は、ちょっと待って。待って。これは、だから合計の話か。だから、チュアン実質12体、武器含め12体で、全部で 12×6 の12、24、36、48、60、72あるから、72個列あるんだよね。合ってる？合ってるか？ 72 個。だから、72のかける、20で、1440% アップ合ってるかこれ。いや、全然自信ねえ。ちょっと待って、頭こんがかってきた。やばい。20% アップでしょ？1体につき、12個持ってるでしょ？あ、じゃ、待てよ。これ2列組んだ時って書いてるから、2回分入れるんだ。だから、1442倍、2880%アップ。
28.8 倍、 28.8 合ってっかなこれ。俺のなんかもうちょ途中でこんがらがってんだけど大丈夫かな。やべ。はい、問い5、パズドラの歴史、歴史についていかがに問いだったかに答えなさい。2020年の出来事として正しくないもの、2020年の出来事として正しくないものは、神義流物語、ランダン、絶地獄、ウィーザル、アルジェノルツザ、ジュロンド、超壊滅。1と6はね、多分古いと思う、もっと。ウィーザル最近、ジュロンドも割と最近。ジュロンドは、年またぐ前か。前だな。こちらのフェスゲン、アルジェノルツザ割と最近だから、1と6じゃね ?1 と6で。30が1、31が6。あ、やべえ、時間ね、ちょっと急ぐわ。選択肢を古い出来事から新しい出来事に並び替えて2番目と4番に行く。わかんねえよ、そんなの。待てよ。でも、1と6が古いから、このどっちかなんだけど、1と6で先に実装されてんのはどっちだろう。神義流の方が後っぽいな。32-1じゃね ?32-1 で、4番目。だからこの4択の中で2番目に来るやつは、ジュロンドは絶対後なんだよ。これ多分一番最後。で、アルジェノルザは比較的古いと思うから、これは割と先の方だから3番目かな。だからこの2択なんだけど、ただ、絶地獄9杯で一番最初に実装されたのって多分ボスがヴィーザルのやつだから、それよりも先にヴィーザル降臨が実装されてないとおかしいから、これ3番じゃね。順番としては、6、1で、4、3、2、5。だから、1、3、3番。3番で。どうだろうな、自信ねえな。空欄に当てはまるものとして適切なものを1から4から1つ選びなさい。パズドラのサービス開始日は2月20日、3番ね。であり、今年で9周年を迎えますよ、と、2番。よし。ちょっと見直す時間なくなっちゃう。ちょうど今30分ぐらいなんだよね。ちょっと見直す時間ないんで、これちょっと答え合わせしていきたいと思います。はい、ということで、答え合わせをしていきましょう。こちら右側に映っているのが回答になりますね。はい、じゃあ、まず、最初からもう番号だけ刺さってみていこうか。1、2、4、で、1、5、正月アルテミスなんだ。あー、そうか。なるほど。確かに今、貴族性めちゃくちゃ強いから、そこで引っ張り出してきたのか。で、正月アルテミスちょうど5000なんだ。ちょっと待って、俺手元でさ、あれ確認させて。図鑑ナンバー、これセイバーがさ、何番か知りたいわ。なんかさっき俺が言ってた、フェイトコラボとか、あの辺のね、あれがあってたのか、ちょっと確認させて。モンスター図鑑で5000は、5000。あ、確かに。うわ、ちょっと待って、これ。むちゃくちゃ惜しいじゃん。うわ、正月アルテミスの次、シローなんだけど。ああ、じゃあ、俺の予測、ほぼほぼ合ってたな。セイバーは5004番でした。悔しい、これ。いやー、でもここまで予測できたんだったら、あとは運だな。まあ、でもそうか、今その流行ってるキャラだからっていうことで、アルテミスをチョイスしたのか。このアルテミスがちょうど5000っていうのも初めて知ったわ。すげえ。ちょっと感心しましたね。ここは、バツ。1ミスですね。バツ。はい。ティーラーは合ってる。次。9番はなんだ?あー、これか、順番か。これが、7番。あー、魔紋の方が階層長いんだ。DBAC、惜しかったな。まあ、じゃあ途中までは合ってたんだな。2択外した感じか。悔しいね。で、次、10番、1合ってる。11番が3、あ、これ合ってたんだ。アルテミスやっぱ出ないんだ。アルテミスにやたらフォーカスが当たってる問題だな。アルテミス好きか、この人。はい。で、12が1、13が3。で、14、15が2と3。合ってる。
で、15が間違ってるな。これなんだ。15番は、これか。アテンに当てはまるのが、2と3。2と3。ベースを除く進化形態4つ。あ、これ、進化後を入れなかったってことか。じゃあ、それだとしたら、ちょっと俺の解釈ミスだな。2と3なんだ。3はまあ合ってる。俺3と5って答えてるから、5番は神悪魔じゃないんだね。やっぱバランスタイプ含んでるのか。じゃあ、なんかと勘違いしてるな、これは。これミスですね。はい。納得。16番4171718は 6?18 はなんだ ?E に当てはまる数。あ、この吸収、先制吸収向こう6体もいんの?マジ?あと何?わかんねえ。ちょっと後で調べてなんか字幕入れときますね。6体もいるんだ。いやー、それちょっとわかんなかったな。19番は、伊之助。19番は、3。20番が2。21番、円反数。22番が、2と3。あ、これは合ってたね。OK。じゃあ次。23番、972。24、3750。あ、合ってんね。この辺。よかった。25番が、4。4億。え、そうなの?ミスったな、これ。俺、非属性の HP モンスター、どのぐらい残るかって言ってるわ。わあ、これ問題文章ちゃんと読んでなかったミスじゃん。やらかしたー。これ、皆さん本番ではしないようにしましょう。はい。俺、そのダメージ通った数を6億だって思って6って言ったんだけど、これ4だね。残った数だから4だわ。これは俺のミスですね。ああ、実質あってた。これはもったいない。ケアレスミス。こういうのあるんだよな、本当に。で、26番は、3合ってる。27番、12、28番が、29.8? マジ ?29.8? あれ、俺なんか間違えたか ?12 と20が合ってるんでしょ ?12、24、36、72、144、144で列組んで2列組んでるから、あれなんでなんで違うんだ。1プラス列強化の数72でしょ。72かける0.2組んだ列の数、あれ7.2144。あれ、これ間違ってる。俺 28.8 じゃないの、 29.8 なの。この1ってなんだ?この1なんだ?あれ?俺なんか間違ってるか ?2 列。わかんない。ちょっとコメントで教えてください。わかんねえ。この1なんだろう。わかんねえや。まあ、でもちょっと違うらしいんで、×。なんか俺が勘違いしてるわ。正しくないもの。ちょっと待てよ。30は2と6。2と6なの。絶地獄九杯は2020年の出来事じゃないのか。ああ、じゃあ1が違うんだ。そうなんだね。じゃあこれが×だね。2番、ランダン、実力は、ああ、そっか、人気流は2020年か。そうなんだ。問1の選択肢を、これは2番目と4番目が、これ何番 ?32、33が61。13、全然違うじゃん。全然違う。全然違う。意気揚々とアーダコーで言ってたのに恥ずかしいじゃん。で、最後3番の2番合ってる。ってことは、1、2、3、4、5、6、7、8、9問ミスか。じゃ、点数数えようか。問7が2点、2、9で5、5、9、12、12、16、16、19、
21、23、25ってことは75点だね。はい、75点でした。どうなのこれ。後半でめちゃくちゃ崩れたな。あー、なるほど。いや、でも楽しかったね。うわー、久しぶりにこんな頭使ったわ。はい、そうですね、まあもう終わってから言うことじゃないんですけども、まあ、答えの部分ね、ちょっと隠して、よかったらね、皆さんもよかったら楽しんでみてほしいなって、もしよかったら、ね、やってみてほしいなっていうふうに思います。なんとかその画面とか隠してね、うまいことやってみてください。はい、まあたまにはこういうのもいいかなって思いました。ということで、本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。まあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。